先輩方、2062年未来人ラジオの時間だ。今日はですね、非常になんていうのかな、心苦しい気持ちなんですよ。だから今日話すことというのは、なんていうか非道徳的なことを話しますのでね、まあそんな話が嫌いな人であればね、聞かない方がいいかなということですよ。うん、でまず私は未来人じゃないですか。2062年から来ているわけですよ、現代でね。で現代に来て、まあこういったラジオ、ポッドキャストというのを更新したり、まあ動画を、撮って YouTube にアップしたりだとか、まあ現代でいろいろ活動しているわけですね。それで今から言うことというのはね、とても綺麗なことではなくてね、もう汚いことなんですよ。汚い状態が汚いとかじゃなくてね、人の気持ち、心の汚さだとかのことを話しますけど、なんていうか、いくらね、やっぱり例えば人間っていうのはね、美しい気持ちをね持って生きた方がいいみたいな感じのことを言えばね、素晴らしいみたいな感じの人間って思われるじゃないですか。そう思う人ももう世の中にいっぱいいるじゃないですか。まあ非常に素晴らしいことなんですけど、やっぱりね、人間ってなんか恨んだりすることっていうのはあるんですよ。憎んだりねすることっていうのはあるんですよ。何かされたり、なんかタイミング的に悪いことになって、何かしらその相手の人に対して悪意を抱いたりねしたりしたことがあると思うんですよ。これを聞いてる方もね、もうほぼ全てではなかろうかと言うんですね。もう仏様みたいなね、神様みたいなね、私はもう今まで誰一人恨んだことがございませんみたいな感じの人がね、多分いないんですよ。もう誰かしらに嫌な思いをしたみたいな感じの人っていると思うんですよ。ね、それでね、私もね、もちろんね、未来人であってね、まあ時にね、聖人君子みたい、神々しいとかよく言われるんですよ。パンツよく脱ぐからね、腹も出してね、変なことばっか言うから、もう聖人君子みたいとよく言われることがあるんだけれどもね、未来人でね、よく言われますけど、やっぱりね、人間なんですよ。もう汚い心というのをね、持っているわけなんですよ。もう持ってなさそうなんですけどね、持っているわけですよ。世の中にもね、まあそういった人間いっぱいいるんですよ。もう人神様みたいな人間だねみたいな感じの人もいるんですけど、やっぱそういった人もね、何かしらもう過去にちょっと恨みを覚えるような人間といくらか対応したりしている人ってやっぱりいるんですよね。これを聞いてる人もね、もう何ていうの、確率的に言えばもう 100% の確率で、まあ人間のね、何ていうのかな、醜い部分、汚い部分っていうのを持っている人ってやっぱりいるんですよ。隠しているけどやっぱりいるんですよね。それでね、まあそういった話をまあ一応言っておきますけど、ちょっと覚えてていてくださいね。今そういった話をしたことというのをね、覚えていてくださいね。それでね、2016年の、まあ、熊本地震ですよ。あとは2011年の津波ですよね。地震の津波ですよね。まあそういった時に、まあ私は未来人、もちろんね、未来人というのはね、まあ当たり前なんですけど、まあその2チャンネルで書き込んだ時というのはね、まあ山に登れだとか書いたことがあるんですよ。まあ津波が来ると分かっているからね、まあ書いたわけなんですけど、それでね、熊本地震の時もね、もちろん分かっていたわけですよ。もしね、会えればいいなみたいな感じでね、まあ書いたわけなんですけど、2016年の4月15と書いたわけですけど、まあ1日ずれてね、その熊本地震が14日に来たのかな。まあその時にね、まあその時まだ2チャンネルだったかな、2チャンネルの書き込みを見ていたらね、漫画アニメ「デスノート」、リアルデスノートだみたいな感じのことをね、書いている人がいたんですよ。
デスノートってわかりますかね。多分ほとんどの人がわかると思うんですけど、なんかデスノートっていうアニメがあるみたいじゃないですか。私もね、ちょっとは知っているんですよ。調べたんですよ。なんかね、ノートに書いたら、その人が、その人のなんか恨みがある人とかかな、名前を書いたら死ぬのかな、災難が来るのかな、死ぬのかな、まあそういった感じのアニメーションだったと思いますけど、リアルデスノートだみたいな感じのことを書いている人がいたんですよ。で、私はね、ドキッと思ったんですよ。要するにその2000年の昔にね、2010年の11月に、2010年の11月に、2016年の4月15に、まあ、大災害が起きるような、まあ、書き込みというのをね、まあ、したわけなんですけど、これにはね、まあもちろんその前提として未来人というのはあるんですけど、多分ね、未来人じゃないと思っている人は、どう解釈しているのかの答えではなかろうかと思うんですよ。そのリアルデスノートだという書き込みというのはね、未来人じゃないと仮定するならば、何かしら思ったり何かしらのものに書いたりすれば、それが現実的になるんだみたいな感じの、まあ、書き込みですよ。そのリアルデスノートだって書いたのはね、そのことをまあ思い出したわけなんですけど、なんで思い出したかって言ったら、非常にね、言いにくいんですよ。非常に言いにくいんですよ。最初にも言ったじゃないですか。非道徳的な話を今日はするから、聞きたくない人は聞かないでいいということを、まあ散々言ったわけですけど、私はね、もちろん今まで人生を生きてきたわけなんですけど、嫌な人間にまあ結構な数会ってきたわけですよ、だからこれ聞いてる方も今までの人生で嫌な人間にまあいろいろ会ってきたんじゃないかなと思うんですよ。まあもちろんこれはね、人生というまあ長いまあ生活でまあ生涯としてね、生涯物としてね、まあ嫌なことを言う人物、嫌なことをする人物というのがね、まあ各ポイントに設定されているから、まあ誰であってね、誰であってもね、まあ嫌な人間に遭遇することというのはね、もうほぼ 100%、 ほぼはもう取っ払います、 100% の確率で会うんですよ、遭遇するんですよ。それでね、回りくどいかもしれないけど、私もね、まあ今まで生きてきてね、その嫌な人間にまあ散々会ってきたわけなんですけど、特にね、嫌な人間っているじゃないですか。会ってきた中でね、特に嫌な人間だったっていうものが、まあいると思うんですけど、まあそういった人間というのはね、まあ少なからず、因果応報という言葉を聞いたことがある人って、まあいると思うんですけど、まあ、みんなにね、嫌なことばっかり言ったり嫌なことばっかりしたりしたらね、まあその分ね、何かしらの罰が降りかかるみたいな感じですよ、それがね、私の場合というのはね、非常に具体的に相手方に降りかかるわけですよ、あんまりだからこういったことも言わない方がいいんじゃないかなと思いますけど、例えばなんですけど、まあこういうふうに会社がうまくなくなって、こういうふうに苦しめばいいみたいな感じで思うとするじゃないですか。そうなるんですよ。もうなんていうのかな、もう言いたくもないんですけど、具体的に全部なってしまうということですよ。もう恐ろしいと思うかもしれないけど、もう仕方がないんですよね。もうその通りになるんですよ。でもね、悪いことばっかりではないんですよ。例えば
若い時とかも、なんていうのかな、金銭的に苦しい時期ってやっぱあるんですよ。若い時から、まあ、金銭的に裕福というのはね、ほとんどの人は経験したことがないわけで、まあ、若い時っていうのは金銭的にやっぱり貧しい時というのを乗り越えて、まあ、生活してきているわけなんですけど、まあ、そういった時にいくらいくら欲しいと思ったら、まあ、その通り入ってきたりするわけですよ。もうなんていうのかな、ちょっと引くかもしれないけど、一気にね、数百万円振り込まれたりするわけですよ。もう引くかもしれないけど、ああこれはね、言わなきゃよかったなって今思います。もうカットしようかな、いやもしくはね、信じない方がいいということでね、まあ聞き流してください。あとね、やっぱりその最初言った人間の汚い部分の恨みの方なんですけど、例えば人がね、その家に住ん、その恨みがある、少し恨みがある人物が家にいるときに、非常にね、こういったことをね、発言するのはちょっとおかしいかもしれないけど、火事になればいいや、みたいな感じで思うときって、私だけかな、あると思いますけど、やっぱり火事になるんですよ。これは最近ですよ。もうなんていうのかな、これでもう自分のその、自分の力とか思いたくはないんだけど、やっぱりそうかもしれないと、いうことは言っておきますね。あとは敵視だとか、あとは学生の時なんかは、なんていうのかな、これも引くかもしれないけど、あんまりね、いい思いをしていなかったものがいた時というのがあってね、そいつの時は退学になればいいみたいな感じで思ったら、もうすぐ退学になったりしたわけですよ。もうそんなのはね、もう数え切れないくらいありますよ。もうね、こういったことをね、あんまり言いたくもないんですよ、でもね、ちょっとね、最近あまりにも的確すぎるような状態になったわけですよ、もうリアルすぎると思うようになったから、ネタとかじゃなくてね、もう誰かに何て言うのかな、一応話しておきたいなということでね、今話しているわけでね。だからこれを聞いている人って、もちろん私の存在というのを知っている人がほとんどなのかな、よくわかんないんですけど、なんでね、こういったことをね、言ってるんだと思う人であればね、私の存在というのをね、知らない人であればね、一度検索した方がいいかもしれないということで、2062年の未来人でね、地震とかでね、検索したらね、当たっている検索がね、いっぱい出てきますのでね、それで、ああ、この人はこういうことを言っているんだということをね、まあ、頭の中で整理した方がいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、異常っていうかさ、最近もうとんでもない精度になってきましたのでね、ちょっと自分でもね、ちょっと怖みたいな感じで思ってくることが あるわけですよ。嬉しいけどね、もうほら、嬉しいとか言ったらさ、汚い人間だなとは思ったり、ね、思われたりするかもしれないけども、仕方がないんですよ、本当に。しかしね、具体的すぎると最近よく思います。もうでもね、人としてどうなんだと、思われて仕方がないようなことをね、今言っているわけなんですけど、もう隠してもね、仕方がないからね、もう正直に言っているだけでね、なんか不思議なもんだなと思いますよ、さっきも言いましたけど、その火事で、まあ亡くなったわけですけど、私はね、具体的に思っていたわけですよ。もう火事で死ねばいいと、きれい事なしでね、正直に言うとそう思っていたら、まあいつかは伏せますけど、いつその火事になっただとか伏せますけど、本当に、火事になったことでもうほぼ確信したかなと思います。私のなんていうのかな、力っていうか、前からおかしいなとはずっと思っていたわけですよ。例えばさっきも少し言ったじゃないですか、まあ、いろんなその人っていう、まあ接してきた中でね、
なんか倒産して痛い目に遭えばいいみたいな感じで思ったりするすることが あったんですよ。そしたらもうすぐそうなったりするわけですよ。あれみたいな感じで思ってはいたんですけど、骨折しねえかなみたいな感じで思った時はすぐ骨折したりね、なんかおかしいとか思ってはいたんだけど、もう最近ちょっと確信を得てきたような感じですね。ちょっと異常かなとか思ったりするようになってきたかなということでね、もちろんあの熊本地震あたりからは思ってはいたんだけども、なんかおかしいとは思ってはいたんだけど、何かこうなればいいだとか、あんまりもう思わないようにした方がいいかなとも思いますよね。もちろんあの今ここでね、あの言った以外の事柄の方が圧倒的に多いわけですよ。例えば現代には住んでいますけど、例えばまあ会社の車で、まあなんていうのかな、危ない運転をする人って結構いるじゃないですか。で、私はあの歩行者としてまあ歩いていたわけで、なんかあの跳ねられそうになったことが一回あるんですよ。青の横断歩道でね、こいつ危ねえなみたいな感じで思ってね、絶対こいつあの引き逃げして逮捕されるみたいな感じで思ったら、すぐニュースに出てね、その会社の名前で引き逃げしてすぐ逮捕されたしたわけですよ。そういったのがいっぱいあります。もう具体的すぎるのが多すぎるということでね、一応ね、先輩方にね報告ということでね、もう最近ようやくね確信を得てきたということをね報告させていただきますね。なんか念じるとそれが現実になってしまうということでね、もちろんね全部がたまたま可能性というのはね あるんですよ。全部たまたまそういったことが私の思いとつながったという可能性もあるんですけど、あまりにもねもう偶然がずっと続きすぎるということでね、ちょっとおかしいということを、まあ、先輩方にね報告ということですね。ここら辺のレベルの力、多分念力が強いとか、まあよく言われるじゃないですか。そういったことをオカルト的な視点から見れば言うじゃないですか。念力が強い人とか、いらっしゃいますけど、もしかしたらそうかなと思いますし、もっと強いそれ以上の力の可能性もありますしね。ビンタロウが自分の私が文句を言っていた時に、あこいつ広告全部取られ剥奪されればいいみたいな感じで思った時っていうのは、まあすぐ広告取られた時っていうのはね、なんかちょっと面白かったですけど、あれとはまたちょっと違う、なんていうのかな、ちょっともう恐怖に近いかなと。その念力の強弱というか、なんていうか、平安時代の陰陽師もこんな感じだったのかなと思いますよ。あの人たちってなんか呪いを依頼を受けて、で人を呪い殺すような仕事だったのかな。まあしかし先輩方はね、まあこんなことは、考えない方がいいかなと思います。あとこういうことを言う人もいると思うんですよ。人を呪わば穴二つだったかな。まあ要するにね、人を呪ったら、まあ自分にも、帰ってくるようなことというのをね、まあ、ことわざでもあるように、まあ言ってくる人も絶対いると思うんですけど、私はね、あれはちょっと違うかなと思います。例えばなんですけど、呪いというのはね、まあ、行動に移せば、穴二つだろうけど、呪うっていうか、何ていうか、思う気持ちというのはね、まあ先輩方も分かっていると思いますけど、思うじゃないですか、どうしても。なんか、悪い対応されたり、悪いことされたら、
え、嫌なやつやんみたいな感じで思う気持ちというのはね、誰であってもあると思うんですよ。それでね、あのはなんかあのこけてね、あの痛い目に遭えばいいのにみたいな感じのことも思うなというのはね、ちょっとねどうかなと私は思うわけですよ、うん、行動に移せば、例えばね、あの棒でね叩けばわかりますよ。もちろんあの傷害罪でね逮捕されるわけですよ、うん、そしたらさっきのことわざに当てはまるわけですね、該当するわけですよ。だから私はね、この人を呪わば穴二つという言葉はね、あんまりね、あのあんまりっていうか全然ね、あの該当しない、今の世の中に該当しないかなと思います。暴力的な考えで、まあ、対抗に移せば、まあ、お互い、まあ、自滅していくみたいな感じで捉えていた方がいいかなと思いますよ、うん、もちろんね、あの私家系がね、あの全員霊能者なんですよ、うん、それもかなり関係しているのかなと思います。まあ、母がえらい強くて、母よりも強かったのは祖母でね、うん、で私はの兄弟、姉弟いますけど、姉が超強いし、私はあの姉ほどでもないけど、ある程度強い方で、弟もかなり強い方だということでね、まあそういったこともまあ関係している可能性が非常に高いということでね。でもね、先輩方はね、あのなん、まあその恨む行為というのはね、まあ人それぞれ自由ですよ、自由ですけど、何かね、さっき言ったように、その例えばね、物で叩いたりして、まあ、恨みを晴らすようなことをしなくてもね、因果応報でね、相手というのはね、まあ、勝手に自滅するような段階というのをね、踏むようになってはいますからね。例えば社会人、若い時に意地悪されたみたいな感じの人がいるとするならば、まあその人はそれ相応の、まあ、対応というのを他の人から取られるということになるわけですよ。まあだから仕返しをするみたいな感じの行動を取る必要はないということですよ、うん、ということでね、今日はね、あんまりいい話ではないか、なかったかなと思います。あの、なんていうのかな、良心的な話ではない、綺麗な話ではない話もね、まあしたわけですけど、まあたまにはいいかなと思いますよ、うん、人間ってなんていうか、綺麗な鎧で覆っている部分っていうのがね多いんですよ、うん、外見だけ綺麗にね、あのしている人ってやっぱいるんですけど、内面はね、あのドス黒い人とかいるんですよ、汚い人とかいるんですよ。もちろん内面も綺麗な人いるんですよ、いるんですけど、やっぱりその汚い部分というのもありますからね、うん、そういったことをね、まあ今日は少しばかりあの非道徳的なことというのは言いましたけどね、たまにねこういったことも話していこうかなと思いますよ、うん、ということでね、今日はこの辺で終わります。それでは先輩方、また。